ボローホール、コートストリート駅は、ニューヨーク市地下鉄 BMT4 番街線と、IRT ブロードウェイマイナス7番街線、IRT イースタンパークウェイ線の乗り換え駅である。ブルックリンクダウンタウンとブルックリンハイツにまたがる、コートストリートとモンタギューストリート及び、アダムスストリートとフルトンストリートの交差点に位置し、以下の系統が停車する。当駅は、IRT のボローホール駅と、 BMT のコートストリート駅からなる乗り換え駅である。両駅はエスカレーターと階段で接続している。モザイクを使用した駅名表は IRT ブロードウェイマイナス7番外線ボローホール駅は2層式の構造で上層階に北高線と端式ホーム1面、下層階に南行線と端式ホーム1面がある。 両ホーム壁面はタイル張りで、モザイクを使用したボローホールと書かれている、駅名標があるほか、ブルックリンク庁舎の方向を示す標識も、等間隔で設置されている。また、ホーム上には暗い青色の柱が等間隔で立っており、ニューヨーク市地下鉄標準の黒地に、白の駅名標が掲げられている。ホーム東端には、階段があり、南広ホームと北港ホーム間を呼び、 北高ホームと IRT イースタンパークウェイ線、北高ホーム間の行き来が可能である。南高線はイースタンパークウェイ線の下を横切った後上層間へ上がり観光線となる。駅は1919 19年4月15日にウォールストリート駅からクラークストリートトンネルを通りアトランティックアベニュー駅まで延伸された際に途中駅として開業した。1976年 エクソンモービル社からの資金提供を受け、当駅は巧みでユーモラスな落書きの壁画とアートワークが設置された。また、地元のデザイナーサミュエル・レボビッツが校内に透明なプラスチックスクリーンの下に多色のアニメーションネオンサインを設置した。改札口は駅の正端にあり、改札外に上層ホームからの階段が接続している。また、画像ホームから 上層ホームをスルーして、改札外に直接接続するエスカレーターも設置されている。また、エレベーターが、改札外、上層ホーム、下層ホームすべてに停止するため当たり駅で唯一、ADA に完全に準拠している路線である。改札外には、BMT ホームへの連絡通路と2つのトイレ、改札外には切符売り場とモンタギューストリートと、 コートストリートの交差点南東への二つの階段と、コロンバスパーク内へのエレベーター一基がある。駅名標とカルトゥーシュ i r t イースタン、パークウェイゼン、ボローホール駅は、相対式ホーム二面と二線を有した二面二線の構造となっている。どちらのホームの壁面にも三セリフ体で、ボローホールと書かれた、駅名標があるほか、BH と書かれた、 オリジナルカルトゥーシュが等間隔に設置されている。1950年代に A ディビジョンの列車の長さに合わせるために延長された東側の部分には白の3セリフ体でボローホールと書かれた駅名標がある。またホーム上には暗い緑色の柱が等間隔に立っている。北高ホーム東側には IRT ブロードウェイマイナス7番街、 線北高ホームとの連絡通路があり北高ホームにはエレベーターが接続している。このため北高ホームに限り ADA に準拠している。この駅の東側では当駅を経由する2線がイースタンパーアクウェイ線急行線となり IRT ブロードウェイマイナス7番外線ボローホール駅を経由してきた2線がイースタンパーアクウェイ線観光線となる。 駅は1908年1月9日にローアーマンハッタンから延伸されてきた IRT 歴史ントガンーベニュー線の終点駅として開業ブルックリンクで初めての地下鉄駅となった。また、ベッド料金が必要であったが BRT フルトンストリート高架線と BMT マートルはベニュー線に乗り換えを行うことが可能であった。ホームは1911年と1964年に 東側に延長され重量編成の列車が停車できるようになった。2004年9月17日にイースタンパークウェイ線、ボローホール駅はアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。メインの改札口は駅の中央にある。北港ホーム側には回転式改札機があり、ブルックリンク庁舎近くへ2つの階段が出ている。 南広報部側には小規模な回転式改札機があり、改札外には切符売り場とブルックリン区庁舎の南側、フントンストリートの南側へと出ている。これらの階段はブルックリンミュニシパルビルディング街にあり、石造りとなっている。また、改札外にはドービルへの入り口となっていた大きなドアがある。なお、このドアはセキュリティ上の問題から1996年2月に、 閉鎖されている。改札外には他にもブルックリンクへの地下鉄の延伸を記念したと聞いたや銀行窓口がある。また、南北ホーム間には古線橋があり、改札内で行き来することが可能である。駅の生誕には無人改札口がある。南北両ホームからの階段が改札外へ接続しており、回転式改札機と2つの 出場専用回転式改札機がある。改札外には、フルトンストリートとコートストリートの交差点北西と南東への階段が一つずつ、計二つある。BMT4 番街線コートストリート駅は、島式ホーム一面と二線を有した一面二線の構造となっており、西側でイースト側を潜るため非常に深い位置にトンネルが掘られており、駅の両端で線路がカーブを描いている。 壁にはオリジナルカルトゥーシュとコート ST と書かれた駅名標がある。また、ブルックリンク庁舎の方向を示す看板も等間隔に設置されている。ホーム壁面は白のタイル張りであるが、駅の生端に限りタイル張りではなく白塗りの壁となっている。ホーム上には等間隔で黄色の柱が立っており、ニューヨーク市地下鉄標準の黒字に、 白の駅名標が掲げられている。当駅には改札外から中間階へのエレベーターが設置されているものの改札外から地上及び中間階からホームへのエレベーターが設置されていないため ADA に準拠していない。また、このエレベーターは IRT 側の改札にも接続していない。駅の西側ではイースト側をモンタギューストリートトンネルで潜った後、 BMT ブロードウェイ線と BMT ナッソーストリート線へと分岐する。ただし、ナッソーストリート線へ向かう列車は2010年6月までの M 系統以降運転されていない。モンタギューストリートトンネルを通り BMT ブロードウェイ、線ホワイトホールストリートマイナスサウスフェリー駅から延長する形で BMT4 番外線が開通した1920年8月1日に、 当駅は開業した。2013年8月2日から2014年9月15日までの平日、当駅は分断された r 系統のブルックリン側の北端駅となった。これは2012年10月29日にアメリカ東海岸を襲ったハリケーンサンディにより、モンタギューストリートトンネルが浸水などの被害を受けており、それらにより損傷したすべてのシステムの復旧のために、 またが、モンタギューストリートトンネルを閉鎖したためである。この期間中 r 系統は、フォレストヒルズ -71 番街駅、ホワイトホールストリートサウスフェリー駅間と当駅ベイリッジ -95 町名駅間の運転となっていた。当機間の週末は、マンハッタン橋経由となり、当駅には停車しなかった。ホーム東側に2つの階段があり、 その階段を上った先にさらに2つの階段と2機のエスカレーターがあり IRT ブロードウェイマイナス7番外線のホームの改札口へ接続している。反対のホーム西側には中間階への1つの階段があり、中間階には改札外への2機のエレベーターと1つの階段、そして一般の利用客用に開放されている非常階段1つがある。 改札口には一部時間帯のみ稼働している回転式改札機と終日稼働している回転式改札機、旅客案内窓口、モンタギューストリートとクリントンストリートの交差点北西と南西への階段がある。北西の階段はセントアンセートリニティ協会の前提にあるため、階段の柱の先端にサブウェイと書かれた白と緑の球体があるほか、改札外には 同協会の名前をデザインしたモザイクがある。なお、南西の階段は、キリコーナー保育園地帰り口の隣にある。nycsubway.org、Google マップストリートビューボローホール駅に関する、カテゴリボローホール駅に関する、カテゴリコートストリート駅に関するカテゴリありがとうございます。